賞金王決定戦競争は、ボートレースの SG 競争の一つ。2014年からの通称名称は、ボートレースグランプリ、ザ・グランプリ。略称は、グランプリ、GP。本項目では、並行して開催される SG 競争、グランプリシリーズ戦シリーズについても合わせて記述する。1986年に創設、グランプリと、 グランプリシリーズシリーズ戦が二部構成で並行して開催される。特にグランプリの優勝戦に進出することはすべてのボートレーサーが目標とするレースとされ、最高峰の競争として位置づけられている。伝統と歴史のある5大 SG 競争、グラン5の最終戦に当たることや、高額の賞金であることも相まって、この競争で優勝したボートレーサーが賞金王となることが多いことから、 ボートレースの日本シリーズとも言われる。大半は、墨の絵協定場で開催されることが多いが、平均して6から7年に1回は、墨の絵を離れて、他の協定場で開催される。過去、墨の絵以外での開催は、平和島が4回、戸田、福岡で、それぞれ1回ずつの開催である。第6回後第33回までは、原則として12月23日を優勝戦とする。 日程が組まれている。2019年に元号が令和に切り替わった関係で、天皇誕生日が2月に移動するため、優勝戦は第3または第4日曜日に組まれており、2019年度の第34回大会は初めてナイター競争として開催。これにより、隅の絵ではグランプリをナイター競争として開催する動きもある。 グランプリ優勝戦の優勝賞金は1億円。これは1レースの賞金額としては、ケイリングランプリに次ぐ、世界2番目の最高賞金額となっている。なお、優勝賞金が1億円の大台に乗せたのは、本大会の方が先であり、ギネス世界記録にも認定されている。なお優勝者には他に、黄金ヘルメット、主催者市長賞、日本財団会長賞、 全国モーターボート競争志向者協議会会長賞、日本モーターボート競争会会長賞が授与される。トライアルを勝ち上がり最終日12レースのグランプリ、優勝戦に進出した6名の選手は、翌年のチャレンジカップとグランプリを除く、全 s g 競争への優先出場権が与えられる。なお優勝戦出走者には、ボートレース振興会より、メダルが授与されるが、 優勝者には、純プラチナメダル、2位は、金、3位は、銀メダルが贈呈される。ただし、グランプリ優勝戦で、選手責任によるフライングや、出遅れが発生した場合は1年間の SG 選出除外となり、優先出場権も消滅する。詳細は、協定スタートを、参照以下は2014年現在の内容。出場資格、編集成績対象期間内における。 獲得賞金ランク上位60名を全登録選手から選抜し、上位18名をグランプリ19位から60位をシリーズ戦へ選出。特例グランプリ編集6日間開催で行われる。前半5日間はトライアル競争を行い、最終日は順位決定戦とグランプリ決定戦が行われる。不死の流れ編集初日2日目。 賞金ランキング7位から18位の12名でトライアルファーストを行う。各選手にレースずつ行い、得点上位6名がトライアルセカンドへ進出。下位6名は敗退となり、グランプリシリーズに予選3日目から合流。3日目5日目、トライアルファーストを勝ち上がった6名に、シードされていた賞金ランキング1位から6位の選手を、加えた12名でトライアルセカンドを行う。 各選手とも3レースずつ行う。最終日、トライアルセカンドの得点上位6名で、グランプリ決定戦を行い、下位6名は順位決定戦を行う。使用するモーターは開催場における、勝率上位お及び専門誌、スポーツ誌の記者が推薦したものが用意される。グランプリシリーズ、編集グランプリと同様に6日間開催で行われる。前半四日間は予選、 5日目は、準優勝戦。最終日は、シリーズ優勝戦が行われる。予選三日目からは、グランプリのトライアルファーストで敗退した6名も、加わる。トライアルファースト敗退者は、得点をシリーズ戦に持ち越すが、得点の不利を補うため、三日目に敗退者6名で、シリーズ復活戦を行う。不死の流れ、編集、出展は、 ボートレースオフィシャルウェブサイトにあるグランプリの各回ページより、賞金王決定戦の優勝選手に関する記録、編集完全優勝出展は、ボートレースオフィシャルウェブサイトにあるグランプリシリーズの各回ページより、第11回まで、編集第12回以降、編集、ありがとうございます。